さしく今が旬タコ。神奈川県久里浜、海からの春風も爽やかなこの町で人気を集めるのがこちら久野寿司。店内は常に超満員。中でも女性に大好評なのが海の恵みがぎっしり詰まってたった1000円というちらし寿司。先代から店を譲り受け、のれんを守るのが松原義則。毎朝どっさり届く相模湾で揚がったばかりの地魚たち。久里浜の沖合は金目鯛の漁場としても知られている。淡いピンク色がかった白身が鮮度のいい証拠。熱が通り過ぎないようにさっと湯引き、シャッキリした歯ごたえを残すためすぐさま氷水で締める。朝どれの地魚ならではの透明でプリプリとした身。寿司屋が華やぐ春の金目鯛、地魚三昧、久野ご自慢の上寿司。これだけのネタが揃って1700円は安い。どんなお店の最強の一貫とは。食べられるのが楽しみで来てるんです。6時に茹で上がるのが楽しみで来てます。6時に茹で上がる。そう、客の目当ては6時に茹で上がる地ダコだった。これが朝採れた、久里浜の自慢のタコです。実はこの久里浜ダコは兵庫県明石のタコと並び称されるマダコのブランド品。そしてうまさの秘密がここに。これはタコを茹でた煮汁。何も入ってません。タコのエキスが、1000匹ぐらい詰まってます。1000匹。はい。ここには1000匹以上のタコの味が染み込んでいる。よそでは色付けのために番茶を足すところもあるようだが、この店は煮汁だけ。形よく丸まるように足先から入れて頃合いを見計らいひっくり返す。長年の経験がこの形を作り上げる。さあ茹で上がった。この形、この色合い、鮮やかな小豆色。煮汁だけで茹でた天然の色は久野寿司ならではのもの。タコはこの口から2本目が美味しいと言われてます。これ1本目、これ2本目、これ太さを比べてみてもらうと太いじゃないですか。へえ、知らなかった。口から2番目の足が一番うまい。今度店で2番目の足握ってなんて言ったらタコ通かな。さあ握る。手間暇かけたジューシーな久里浜ダコ、ご主人が精魂込めた最強の一貫。歯ごたえ抜群久里浜地ダコ。久里浜ダコは火で炙ってもまたよし。こうすることによって旨味と香ばしさが際立つ。大根おろしと浅漬けにピリリと一味唐辛子。久里浜地ダコの炙り、ひと手間加えることによってまた違う風味が楽しめる。噛みしめるほどに地ダコのうまさがじわり。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ぜひ自慢の地ダコを食べに来てね。